ノーアンドコミュニティパワーに学ぶコンビニン大学沖縄学入門。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。沖縄市の沖縄県の社会福祉士の稲垣です。よろしくお願いします。オビリン大学のですね、沖縄での実習をコーディネートしてます。沖縄オービリン大学、まあ、沖縄でどんなことをしているのか、そしてまあどうしてこういうことになったのかということをね、まず学生たちに聞いてみたいんですけども、まず一人一人ですね、学年とお名前を言っていただけますか。はい、オービリン大学3年の大場平久です。はい、大場君。はい、同じく2年の湯木彩乃です。はい、大場君と湯木さんは沖縄の人なんですね。はい、はい、オービリン沖縄の人多いんですか。そうですね、割と多い方なんですね。はい、今回は沖縄出身ということで、まあ、ちょっと他県出身の方をですね、少しリードするような形でもあったかと思います。はい、そして、はい、同じく1年の大石茜です。はい、同じく2年の杉坂ありさです。はい、同じく1年の古田花です。はい、2年生1年生が多いんですね。はい、まずはこのオービリン大学の沖縄学入門って、まあ、どんな授業なのか教えてください。沖縄について、週1週間に1回授業をやってて、それの集大成で今回沖縄に来ています。はい、まあ、宜野湾市のいろんな地域に入ってですね、いろんな課題に向き合ってる、まあ、市民にですね、止めていただきながら学ぶという、そういうのをその沖縄学の、まあ、まとめとしてね、今回行ったわけなんですけども、いわゆる、まあ、コミュニティ民泊というふうに勝手に名前つけてるんですけども、自治会にね泊めていただいて、いろんなことを学びました。まずはですね、その公民館あるいは自治会に泊めていただいて、皆さんどんなことを学んだかということを教えてください。まず初日は、地域の人たちと交流も含めて、うん、おじいおばあと戦争体験者の方からお話を聞きました。うん、はい、戦争体験のお話。はい、つまり皆さんがテーマにしているのは戦争に絡むような、そういうことをテーマに今回勉強しているんですか。はい、他にどんなことを経験しました。沖縄料理の手作りを体験させてもらったりしました。うん、例えばどんなような。もずくの天ぷらだったり、うん、人参しりしりだったり作りました。これは例えば沖縄出身の2人にとっては別にごく当たり前だけども、他の学生さんにとってどうだったですか。私とかはもずくはなんかそのまま食べるイメージはあったんですけど、天ぷらにするのは初めて見たんで、うん、すごい新鮮でした。確かにね。で、天ぷらも内地の天ぷらとはどうだった。なんか内地よりもちもちしてた、うん、もちもちした食感が、ね、ちょっと違う感じでした。うん、そうですよね。こっちでおやつにも、ね、なったりするんですけども、はい、他にもどんな体験されましたですか。他には、その沖縄料理をみんなで食べた後は、地元のその自治体の方 と交流も兼ねて、もやしのひげ取りをやりました。もやしのひげ取り、はい、もやしのひげ取りってやったことあります。今まで私なかったですこれ沖縄ではもやしのひげ取りって結構やるんですかね。私はやったことあります。手伝いとかでは。手伝いで、で子供の時とか、はい、なんかね、沖縄ではこのもやしのひげ取りっていうのは、まあ、風物詩であったり、あるいは今回デイサービスです、ね、されてるようにですね、まあ、地域のお年寄りの方がこの手作業をしながら、なんかそこでね、ゆんたくをするような、そんな機会にもなってるということなんですね。そうですね。はい、他にどんなことをしました。そのもやしのひげ取りの時に、自治体の方とさまざまな話して仲を深めて、でその後はミニデイサービスなど全員でダンスをしたり、宜野湾の講師の方が来て宜野湾体操を教えてもらったりして交流を深めました。宜野湾体操、はい、ちょっとやってもらいます。どんな感じだったんですか。なんか健康を意識した感じの体操らしくて、誰でしたっけ。作ったのが、ジョニー宜野湾さん。ジョニー宜野湾さんが作った体操らしいです。
ジョニー・ギノワンさんって知らないですよね。私は知らないです。有名な方ですね。FM ギノワンでも登場されている、番組をされているんですよね。有名な人なんですね。はい、うん、他はどんなことしました？はい、他は、うん、その後は少し生徒たちと先生方で街歩きということで外に出て、うん、前原の元社交街が、うん、の場所に行って、この実際社交街を見て、うん、結構広い範囲でその街が広がっていたので、うん、あ、こんな風に、うん、売買春が行われていたことを、はい、結構リアルに目の当たりにすることができました、はい、なるほど。最初にお伝えするの忘れてたんですけども、この皆さんは、上大蛇名自治会ですね、こちらに泊めていただいたんですね、はい、で上大蛇名自治会というのはちょうど普天間飛行場の南側入り口にあるところで、うんうんうん、まあ、そこから少し歩いたところに、うん、あるような、はい、今回の、まあ、実習の、まあ、裏メニューというのがですね、基地のある町に学ぶということだったんですけども、うん、昔基地がまあできた頃にいろんな基地のあった、特に、米軍の方が住んでいるような地域で、まあ、いろんな課題があったということなんですね、そこが、まあ、例えば歓楽街だったり社交街だったりして、非常に、まあ、生活に苦しい女の方が、女性が、生活をなんとかこう、ね、していくために、売買春という言葉があったですけども、まあ、そういうこともせざるを得なかった、その、うん、まあ、少し名残を見に行ったという感じなんですね、はい、はい、他に何か経験したことありますか？他は、うん、ご近所さんのお宅で、うん、お風呂を借りて、うん、男女に分かれてお風呂を借りさせていただいたんですけど、うん、そのお風呂の中で、沖縄は割と湯船に浸からない文化があるので、うん、私たちはその湯船に浸からないのが割と当たり前なんですけど、うん、そのお宅は、うん、シャワーだけでも湯船がなくて、うん、結構他の県外から来た子たちは驚いていましたね、うん、あ、どんな印象だったですか？なんか物寂しい、物寂しい、あ、シャワーだけだったらなんか寂しいな、足りないなみたいな、あ、なるほど、入ってびっくりしました。あ、シャワーだけだから、うん、本当に湯船はそのお家はもうないお家だったんですね。ありませんでした、なかった、ね、多分そうですよね。お風呂にこう入りたい時なんかは、じゃあ沖縄ではどういうふうにしてます？もう入らない？入らないですね、本当に入らない、うん、まあ、それ一つカルチャーショックだったということですよね、はい。まだまだ他にも体験があったと思うんですよ、何かありますかね？どうか、上大蛇名の公民館の方に泊めて、うん、泊めさせていただいたんですけども、夜中の3時4時頃に、うん、本当にすぐ隣にある米軍基地から、うん、騒音、飛行機が飛んでいるような騒音が聞こえて、でも飛行機は見えなかったんですけど、うん、あ、なんかこんなに夜中でもやっぱり音が聞こえるんだっていうのが、夜中の3時4時、はい、そう、 目が覚めてしまうような爆音だったって感じ。いや、起きていて、うん、あ、起きていてね、はい、それでなんか聞こえてあ、まあ、こんな夜中でもそういう飛行機の音がするんだなっていうのは、うん、まあ、オビリンの沖縄出身ではない学生にとってはちょっとびっくりだったですか？うん、どんな感じだったですかね？なんかこんなに夜中に大きな音を聞いたことがなかったので、うん、ただひたすらなんだろうみたいな、うん、びっくりしました。なんだろうって感じですよね、はい、はい。まあ、いろんなね、地域の中に泊まるということで、まあ、市民になりきってみるという、ね、経験だったと思うんですけども、まあ、実際いろんな経験もしたし、まあ、沖縄の文化に、まあ、観光では絶対、ね、触れるようなことがないようなね、ことに触れたと思います。実は皆さん宜野湾に来る前に伊江島で、民泊、これはもう普通のご家庭に、お金を払って泊まる、まあ、ビジネスとしての民泊にも、経験されてるんですけども、その伊江島の民泊と今度、まあ、やってみた自治会とかコミュニティに、まあ、泊めていただく、地域の方に、まあ、奉仕を、無償奉仕をしていただくような形で泊めていただく民泊等でですね、大きな違いがあったと思うんですけども、まあ、そのあたりどんな違いがあったかっていうのを聞いてみたいと思うんですけど、それはいかがでしょうか？伊江島の民泊と公民館での泊まったことでは大きく違いが2つあって、うん、まず1つ目としては
距離感の近さが違っていました。ああ距離感というのはどんな、伊江島の方では、家族としてその家にずっといてそこで暮らしていたので、その伊江島の方のおじいおばあと家族のような感じで接していたんですけど、公民館の方ではそこで寝泊まりしていたのは私たちだけで、昼間に地域の方と交流するので、なんかご近所さんみたいな感じで気軽に接することができました。公民館に住んでるなんか住人のような気分で、そんな感じだったんですね、はいはい、他にもありますか。あとは、私たちのテーマは戦争ということで沖縄学を学んでいたんですけど、本島と離島での戦争の捉え方が違っていて、離島の方では戦争に対してアメリカが憎いというような風な考え方があったんですけど、本島では日本軍が怖いという風な話を多く聞いたので、そこが同じ沖縄でも違うんだなというふうに思って少し驚きました。なるほど、まあ、戦争のその地域のとしての経験が違っていたり、あるいは人によっても経験が違ったりするんでしょうね。そうですね、おそらくは、いろんな地域の方のお話を伺ったと思うんですけども、人によってもこの違う経験があったりっていうのは感じたりしましたですか。私がお話伺った方はその戦争当時中学1年生ぐらいで、その方はすごく日本軍が怖いというふうにおっしゃっていて、であとはで離島の方の方は、その方も同年代中学生ぐらいだったんですけど、こう本当にアメリカが憎いみたいな、日本軍、アメリカの方が憎いって言ってました。なるほど、まあ、本当に、ね、捉え方が違うんでしょうけども、あと、まあ伊江島は本当に離島で、多分商店とかコンビニとかがないと思うんですけども、そのあたりの違いなんかもあったですか。伊江島では本当に車がないと移動できなくて、特に夜が暗くて、そのどこに行くにしてもおじいおばあの車を使って移動しないといけなかったんですけど、こちらの上大蛇名の方にいた時には普通に一人とか友達と夜歩いてどこかに行けば何かしらお店があるので、そこは利便性が違うなというふうに思いました。あ、まあ、言ってみたら宜野湾は都会ですしね、人口密度で言うと、まあ、首都圏、皆さんが住んでらっしゃるような東京都市圏とあまり変わらないんですよね。だからおそらくはあまり自分たちがいつも住んでるところと宜野湾の場合は便利さは変わらないんじゃないかなと思ったんですけど、その辺どうですか。住んでるところとあまり変わらなくて、大学にいる、大学付近にいるときとあまり変わらない気分でした。なるほど。そうすると例えば星の数とか多分違ってたと思うんですよ。そんなんどうでした。伊江島と本島でも全然違って、東京ももちろんあんまり星は見えなくて、でも伊江島だともう本当にプラネタリウムみたいな感じで、上を見ればすごく北星がたくさん見えました。どんな星が見えたかって聞いたりした。そんなの聞いてない。どんな風にそう教えてくれるんですか。いっぱい教えてもらいました。カシオペア座が見えたり、あとサソリ座とか、あれがサソリ座だよとかいう風に教えてくれたりもしました。それはその家庭の方が全部教えてくれた。そうですね。ということはそれだけちゃんと勉強しているということなんですね。なるほど。あれが火星だよとか、あそこに見えるのが北斗七星だよとか、結構いろいろ教えてもらいました。なかなかそのあれが火星だよって言える人は沖縄でもそんなにいないですよね。多分伊江島のおじいおばとかの方がよくね知ってるんだろうなと思ったんですけども、さあじゃあ実際にですね、こういう宜野湾でのコミュニティ民泊を、まあ、経験してみてですね、これは、まあ、あくまでこうちょっと実験的にやってみた感じなんですね。県外の学生が、まあ、コミュニティ民泊をしてみてですね、まあ、どういう可能性があるかということを、まあ、やってみようということだったんですけども、もし皆さんが、まあ、この、宜野湾で自治会とかあるいは公民館を使ってですね、本当にこの商品化できるような、あるいは地域にですね潤いがもたらされるような、そういう民泊をやろうと思ったら、どんな民泊をやってみたいですか。そうですね、私たちは街巡りツアーや、あとは戦跡を巡るといった、やっぱ戦争をテーマにしているので、
そういったところを巡ったり、あとはこれは実際にあの伊江島でもあの戦争のおじいから戦争の話を聞いていたんですけど、あのその方はまだ戦後に生まれた方だったので、実際にこっちの上王者のおじいの話では実際に経験した方で、その方のやっぱ話の実際経験した方の話の方が気迫というかこっちに心に刺さるものがたくさんあったので、実際に戦争を経験している方の家に泊まらせていただくっていうのがやっぱ学ぶことが多いのかなって思いました。街巡りツアーだったらやはりこの街を歩くだけでそういう戦争の跡とか、あるいはまあ基地がすぐそこにありますから、はい、そういったものをすぐ見れるという感じですかね。そうですね、あとは騒音とかも実際に体験してみるとやっぱ全然どんな生活をしているのかを実際に体験できるかと思います。五感で感じる、はい、あのそうですよね、いくら、学校で話で聞いても分かんないけどもね、はい、そうです、そこの人になりきってみることで一つそういうことが学べるということですね。それから、まあ、その地域の方ですね、地域の方の、お話ということが非常に大事ですけども、この方は普段からこう語り部という活動されている方ですか？そうですね、語り部として活動されていました。じゃあちゃんとやっぱりそういうあの話の仕方とかも、はい、うん、そうですね、されているところですね、はい。あと何か、民泊でこれはというような企画ありますか？これはあの、うん、まあ、実際にできるかわからないんですけど、うん、私は考えたのは、まあ、おじいおばあが戦争中に、戦争中はまた戦後の食料がなかった時に、まあ、一番食べたかったものを実際に私たちが料理して、それを民泊先のおじいやおばあに、まあ、食べていただくというプレゼントするみたいな、そういうのをやってみるのはどうかなと思いました。確かにそれは素晴らしいかもね。あの今回の、まあ、コミュニティ民泊でもですね、戦争中は物がなかっただけに、今こんなに物があるのにどうして作らないのということをね、とても残念だって言われた方がいらっしゃったんですけども、本当にあの戦時中の食べたものをね聞いて、あの実際作ってプレゼントしてみるというのは面白いし、まあリアルな体験ですよね。例えばそれどんなものだったりします？そうですね、まだおじいおばあに実際に何が食べたかったかとは聞いてないのでわからないんですけど、まあ多分当時だからそのシンプルなすごい本当に郷土料理だと思うんで、まあそれを作れたらいいなって思います。そうですね、はい、あの当時食べたかったものと実際食べていたものを、うん、まあ、両方作ってみるっていうのもね、そうですね、いいかもわからないですね、はい。まあ、そのあたりはこれからまたあの取材をして新たにこう、ね、企画を作っていく、ぜひまた、この宜野湾にやってきていただいてですね、この続きを、ね、企画していただけたらと思います。第1部は、桜美林大学沖縄学、戦争をテーマにですね、学びをしてきた、そして、地域に入ってですね、あの地域課題に向き合ってきた人たちに話を聞いてこられた、皆さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、宜野湾コミュニティパワーに学ぶ第2部ですね、桜美林大学沖縄学入門ですけども、実はこの、沖縄学入門ですね、4年ほど前から毎年、桜美林大学の学生が来ていてですね、それをまあ、沖縄の中でいろいろ地域に入る機会が多い私がですね、まあ、いろんな地域に、ね、入っていただいてですね、あの住民と、まあ、過ごす時間を通してですね、沖縄を学んでいただこうという企画が、ね、毎年行っているんですけども、まあ、今年は2月そして、この9月ですね、宜野湾市の、自治会に入ってですね、学んでいただくというようなことをしています。台風が今迫っておりまして、台風何号だっけ、13号ね、13号が来ててですね、本当は25人もいたのに今日あっという間に減ってしまって14人になってしまいました。その14人の中の貴重な4人ですね、第2部ですね、来ていただきました。グループの皆さんの自己紹介をお願いします。はい、はい、1年生の永井です。はい、2年生の佐々木です。1年の中澤です。1年の大橋です。はい、元気な4人ですよね。このグループはテーマ何だったんですか、学びのテーマ何だったんですか？我々は米軍基地等の、問題について調べています。はい、先ほどのチームは、まあ、沖縄戦歴史ですね、でこのチームは、
少し関わりますけども米軍基地ですね、いうことで、今回学んでるということなんですけども、まあ、どちらに泊めていただきました？我々は、上大蛇名に泊めていただきました。はいはい、上大蛇名自治会ですね、はい、こちらの方に泊めていただいてですね、先ほどのグループと同じようにですね、いろんな体験をしてきましたが、まあ、まず、どんな公民館で経験をしました？公民館ではその向こうのおじやおばあと一緒に料理を作ったり、あとは一緒に、まあ、飲みながらお話をする懇親会をしました。はい、懇親会、はい、懇親会、例えばどんな懇親会でした？もう本当に沖縄のことについて聞くっていう感じでしたね、うん、文化であったり、うん、例えば普段何をしてるのかとか、そういう話をしました。ざっくばらん、はい、ざっくばらん、つまり、ちょっと夜に入ってからの、そうですね、お昼の、まあ、はい、このランチトークではなく、なく夜の話、夜の濃い話、ね、うん、はいはい、ということはお酒も若干入ったりしたわけですね。もちろん学生は NG ですけど、ね、未成年者は飲まないですけど、す、ね、向こうの方はちゃんと飲んでいただいて、そこでしか聞けない本音をいろいろと聞かせていただきました。やっぱりお酒飲まないと本音出ない感じだったですか？そうではないわけではないと思うんですけど、うんうん、でもそのお酒が入っているからこそ、なんかもっとフランクな感じとか、うん、私なんかその最初に話してたおばあたちとはその近くにあの、社交街っていうのがあったので、そこにいたその取締りをおばあが昔やってたって言ってたので、その話を、取締りをやっていた、はい、最初はその話をちょっと聞いてたんですけど、その近くにいたおじいとはなんかどうやってやれば女の子を口説けるのかっていう話をずっとして、私がそう女の子をいつか落とすことになったらちょっと参考にしようかなみたいな、そういう話でした。なんかすごい昔俺モテてたんだよっていう話とか、そう面白かったです。それおいくつぐらいのおじおばだったんですか？おばあは70ぐらいで、おじいはもうちょっと80いくかいかないかだったと思います。ちゃんとなんかしたはっきりとした年齢は聞いてないんですけど、でもなんか戦後に生まれた人とかもいらっしゃったので、まあ、戦時中、それから、まあ、戦後間もなくにお生まれって感じよね、70代ぐらいだったらね、リアルな話他何か出てました？その懇親会ではないんですけれど、うん、あの昼間に、お話をいただいた方で、うん、やはり12歳の頃に戦争経験をされた方々とか、うん、あとはまあ6歳の頃にちょっと物心つく前ですけど、うん、あのやはりその戦争に遭う前の、あの状況と戦争に遭った後の状況を比較してお話をしてくださったりとかはしていましたね。やっぱりこの先ほどのグループも話し手によってこの前年違う、あるいはその住んでた、ね、ところによっても違うと言われてましたけども、このグループが聞いた方もまたちょっと違った面白い見方ですよね。戦争との前と後のことをちゃんと比べて話してくれるっていうのはね。そうですね。どんな感じだったんですか、それは。うん、どうなんだ。その例えば戦争が起こってしまうと、うん、やはりその自分が今までいた場所を離れなければいけないじゃないですか、うんうん、でその離れなければいけなかった場所が、うん、やはり自分の中で、思い出の詰まった場所だったりすると、その場所が、その戦争でなんかこう日本軍と、アメリカ兵のとの戦いでやはり荒れてしまったりしていくっていう状況に対して悲しんでいたりとか、うん、またやはりそのアメリカ兵の、扱い、我々が聞いた話ですけれど、そのおじいおばあがアメリカ兵で受けていた扱い等がなんかちょっとまた変わったりとかするとか、なるほどね。先ほどのグループもね、アメリカ兵が大嫌いっていう人と、あるいは日本兵が大嫌いっていうね話がね、あったという話ですけども、やっぱり人によってはそういう話が出てくるということなんですね。料理体験もされたっていうことですけど、どんな料理を作ったんですか？普通に人参しりしりとか、そういう。人参しりしり普通なんですか？沖縄でいう普通の料理を手伝わせていただきました。人参しりしりっていうのは今全国のようなんですけど、皆さん知ってました？
知らなかった。いや初めて、はい、初めてやりました。存在は知ってましたけど食べるのも作るのも初めてって感じでしたね、うん、県民賞とかでねものすごくなんか沖縄の芸人が広めて、で土産物屋に行くとこの人参しりしり器が売ってるのでぜひ買って帰ってですね家で人参しりしりをたくさん作って、はいはい、他どんな料理しました。あと、うん、お豆腐揚げ豆腐とかも作って、うん、すごい美味しくて、うん、ついついなんかその最初ちょっと崩れちゃったりしたやつがあったんですけど、はい、その崩れちゃったやつずっとつまみ食いしてたら、うん、夜ご飯ちょっとお腹いっぱいになってちゃんと食べれなかったぐらい、はい、すごい楽しく料理をして、うん、おばあたちといろいろお話をしながら、うん、はい、料理体験させていただきました。ね、調理場で厨房でつまみ食いをするというのはこの料理をされるねばあちゃんたちの一番の特権らしくって、う、ね、もう一番その美味しくて熱々な地高校のものを食べるということがまあ一番の喜びだというんですけども、まあ、すでにその後もおばあ化したわけですねそうですね、10代のおばあとして頑張っていきたいです、ね、10代おばあとして、ね、もうすっかりおばあの話ももう聞けるようになって話あったわけですね、はい、そうすると、ね、あとなんかお料理のその調理器具の、うんうん、なんかいい使い方とか、うん、こうやって切るともっといいよとか、うん、いろいろそういうのも教えてもらって、うん、すごいなんか家帰ったら頑張りたいなって思いました、うん、あ、普段はあんまり料理しない。私の弟がすごい料理大好きなので、うん、なかなかさせてもらえないですね、うんうん、ぜひじゃあその、ね、沖縄料理をね東京の方でもねぜひ広めていただいてと思うんですけど、はい、他にどんな料理作ったりしました。そんなものかな、天ぷらと人参しりしりとそばとかやった。そばはしなかった。そうめんの、あ、そうめんね、そうめん、普通のそうめん、そうめんちゃんぽん、お出汁に入ったそうめんでしたね。ちょっと名前は忘れちゃったんですけど、うんうん、出汁はどんな感じ。昆布、うん、かつお節で出汁を取ってました、うん、結構濃厚な感じしました。あっさりだった。かなりあっさりだった記憶がありますね。沖縄のやっぱり昆布とねカツオっていうのが本当にあの出汁ベースでですね、あれが基本中の基本なんですよね、あの沖縄料理ではね。まあそのあたり出汁は取ったりした。そこまではやってない。そこまではやってない。そこまでやらせてもらえないんだろうねきっとね、はい、これは私たちの領域だからということで盗めるもんなら盗んでみなさいよみたいな感じだと思うんですよそれ盗んでやっとおばあになれるみたいなね。だからまたまだまだこれからもね、あと何回か来ないと、うん、まあ、帰るの明日ぐらい帰るのかな。そうかもしれない。足変えるまでにぜひ盗んでおいてください。厳しい、はい、ですね、はい。まあ、先ほどのグループにも、ね、尋ねましたけども、実はこの宜野湾に来るまでに伊江島で民泊をしました。これはまあ普通の家庭にお金払って泊まらせていただくという、ね、民泊ですけども、この民泊との、まず比較を、ね、していただこうと思うので、それはどうでしょうか。はい、そうですね、やっぱり伊江島と比べると公民館っていう場所だったので、うん、自由度がちょっと高いなっていうふうには感じました。伊江島よりも自由度が高い。はい、伊江島だとやっぱりどうしてもおばあがいて、うん、そのおばあにいろいろ言われたのを、うん、ああじゃあやりますみたいな、うん、そういうルールが、うん、はもうおばあが決めてるんですけど、ちょっと公民館だとみんなで協力してやるっていう感じで、ペンションみたいな感じかなっていうふうには感じました。なるほど、ペンションいいですね。宜野湾でやるときぜひ民泊民ペンションみたいな感じで新しい名前を作って、はい、自由度が高いっていうのはやっぱり伊江島の場合はプログラム化されてるってことですか。そうですね、うん、ただやっぱ自由度が高い分、うん、リスクもあるので、うんうんうん、責任がのしかかってくるのは自分たちなので、うん、そこはちょっとやっぱ年齢が高い人の方向けなのかなというふうには感じました。なるほど、責任、つまりそのお家にとって責任が生まれ、泊まる方に対しての責任が出てくるということですね、はいはい、他どんなことがありました、比較した場合。すごいおじいとおばあの数も違ったので、うん、民泊だとそのお家のおじいとおばあだけだったんですけど、うん、その公民館なので、うん、そのいろんな、うん、その周りのお家のおじいおばあが来てくれて、うんうんうん、その一緒にさっき言ったようにその料理をしたりいろいろお話をしたりしたので、すごい人とコミュニケーションを取る機会が多かったですね。なるほど、まあ、お宅で泊まる民泊だったらそのお家の人しか会わないけども、公民館泊まったらもうたくさんの人が来てそして懇親会みたいなね、うん、
なかなかあれですよね。そうするとまあいろんな人の話も聞けるしということですね、うん、はい、他どんなことありました？今回はもともとその公民館にはシャワーがないので、うん、皆さん我々全員がシャワーを仮に各家庭に協力させていただ、うん、協力してもらって、うん、シャワーを借りに行ったんですよ、うん、でまあそちらでも心よく貸していただいたんですけれど、うん、なんか自分がすごく思ったのがシャワーにを借りに行っただけなのに、うん、ご飯を軽く軽食なんですけど用意してくださっていたんですよ。食べてきなさいと言ってね、はい、ただ申し訳ないことにちょっとご飯を食べた後だったんでお腹いっぱいでちょっと確かに、ね、ごめんなさいって感じ、ご飯食べてからね行ったから、ね、でもやっぱり何かこうねシャワーだけじゃなくて何かこうねしてあげたいなっていうそういう地域の方のなんかそういう思いを感じたわけですね。他ありました？比較してそんな感じですか？そうですね、やっぱりちょっと厳しいことを言うと、うんうんうん、その体験できる内容はちょっと薄いのかなっていうふうには感じました。なるほどね、まあ、プログラムされてるわけじゃないので伊江島はもう島なので、うん、そこでもいろいろ楽しめるんですけど、宜野湾はやっぱり町なので、うんうん、そこでどうしても住んでる普通に住んでる人がいる以上それを上回ることはできないので、うん、確かに今とてもいいキーワード出ましたね。普通に住んでいる人がいてそこにちょっと一緒に寄せてもらうという感覚なんですよね、うんうん、そうするとじゃあ普通に住んでいる方にですねこうもうちょっと接近しようと思ったら何かいい方法とかありますかね？いい方例えばボランティアをお願いするとかそんなことを今回実際したりしました？そんなことまだやってないですか？ことはまだあんまりしてないですね。でもまあ実際公民館泊まる中でいろいろお手伝いをしているわけですよね。あ、その公民館内ではしました、ねね、うん、だからまあその公民館あるいはその地域の人のところに行った時に何かこう関わりをね作っていく、それが例えばボランティアだったりあるいは掃除をいきなり掃除するのも変ですけどもねなん か信頼関係ができたらまあなんか掃除をするとかいうお手伝いなんかをするとかなんかそういう関わりなんかもあるのかなと皆さんの話を聞いてねとっても思ったんですけども、あでもなんか今回帰る前に、うん、ちょっと借りた場所だったっていうのもあって、うん、自分たちでなんか掃除しようって声をかけてくれた人がいたので、うん、その使ったそのトイレとかその部屋とかはちょっとこのあまりその時間がたくさんあったわけじゃないのですごい、まあ、すごく綺麗に行ったのはできなかったけど軽く埃を取るぐらいだったら、はい、なんかお礼をなんかお返しみたいな感じでそれはしましたね。それだけでも多分相当嬉しいはずですよね。そうですかね、ね、いいんですけど、でこれがまあ次のねつながりになればいいと思うし、はいはい、まあ、できれば自分のねもう一つのね沖縄の実家ぐらいになるようなそういう交流ができたらいいかなと思うんですけども、じゃあ3つ目として、まあ、今の話につながるんだけども、まあ、皆さんがこうされたようなですね地域にこの実際住んでしかも公民館とか、自治会に泊まらせていただいて、民泊をする、これをもしビジネスというかね地域に何かこう恩恵がもたらされるようなそういう形の、企画をするとしたらですね、まあ、どんなことがあるかっていうのを、各グループに聞いているんですけども、皆さんはどうですかね？そうですね、ちょっと極端な例になるかもしれないんですけど、例えばその民泊をしてそのいろんな意見がおじいにもおばあにもあるわけじゃないですか、はい、でその一緒にデモに参加するとか、まあ、それはすごい極端すぎる例かもしれないんですけど、はい、例えばそのおじいおばあもその一つの家じゃないのでいろんな活動をそれぞれしているおじいおばあとかもいて、そのおじいおばあの活動を一緒にやるとか、それがその例えば私たちはその基地の問題とかの班なので結構そういうおじいおばあの活動とかに興味を持ったりしたんですけど、それ以外にもそのお掃除ボランティアでもいいから、そういう何かやってるおじいおばあと一緒に活動をしたり、自分たちの意見を持っておじいおばあと実際にディベートみたいな形でそういう能動的なお互いに能動的な活動っていうのもなんかできたらよかったと思うし、それはなんか
宜野湾でできるんじゃないかなって思いました。それは面白そうですよね。先ほど、ね、お話しいただいたようにですね、普通の生活をしている人のところに一緒に行って、その普通の活動に参加しながらでもなんかそこで少し考え方をね、意見交換するみたいなことをすると、何かこう次の信頼関係とかね、活動が深まったりするかもわからないですよね。なんか他にアイデアありますか？他はやっぱり、うん、その市街地の中に基地があるっていうのはやっぱ珍しいことなので、うん、その普段その住んでる人がどのくらいの騒音で悩まされてるのかっていうのを、まあ、体験っていうふうにできるといいのかなっていうふうには思いました。うん、実際にやっぱりこう暮らしを経験してみないとわからないものがあるので、ね、いくら学校の授業とかあるいは教科書で書かれていても、うん、まあ、体でやっぱり聞いてみないとわかんないですよね。はい、まあ、これはでもいい、ね、プログラムになるかもわかんないですね。はい、他にも例えば、交流に関しては何かありますか？その私たちすごい懇親会楽しかったので、うんうんうん、これはもっともっと、ね、そう他の民泊とかでもあっていいんじゃないかなって思いました。うんうん、やっぱり懇親会ですよね。はい、そうですね、その沖縄の人ってすごい距離が近いじゃないですか。うんうん、だからその、まあ、お酒が入っても入らなくても、うん、なんかその、うん、楽しくお話ししながら、うん、その、うん、人生の教訓とか政治の話とか、なんか沖縄の人って結構お酒飲んだら政治の話するっていうのも聞いたので、とかそのそれに絡んで宜野湾には基地があるので基地問題の話とか今沖縄に必要なこととか課題とかお話できたら結構楽しいんじゃないかなって。やっぱり肉声を聞くというのは大事ですよね。そうですね、それと100人いると100人とも意見が違ったりっていうことあるじゃないですか。なんかそういうのも実感として知るっていうのは大事ですよね。 それによってその人の暮らしが見えたりすると思うんですけどもね。はい、このグループは、戦争じゃないや基地ですね、はい、基地問題をテーマとして、沖縄で学びを続けてきてくださった、4人のチームでした。はい、どうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、宜野湾コミュニティパワーに学ぶオービリン大学沖縄学入門、最後の第3部です。前2つは戦争をテーマに学んできた学生たち、そして2つ目は、まあ、基地問題をですね学んできた学生たちです。結構なんかヘビーな、ね、学びをした学生ばっかりかなと思いきや、実はもうちょっと、ね、ソフトな、もう少し人々の暮らしに、ね、関わるような、ね、日常的な、暮らしのことをです、ね、学んでいた学生もいるんですね。ただ先ほどお伝えしましたようにです、ね、全部で25人いたんですけども、まあ、突然やってきた台風13号がです、ね、12人を追い返してしまって今14人になってしまったんですね。はい、その中の14人の、まあ、うち4人です。このグループ、まず自己紹介からお願いします。はい、はい、4年生の岩田拓磨です。3年生の佐々木健介です。1年生の勝又雄一です。同じく1年生の米山明日香です。はい、よろしくお願いします。このグループの学びのテーマは何ですか？はい、沖縄の文化やエイサーについて、うん、はい、勉強していきました。はい、文化やエイサーということですけども、今回、まあ、このチームも、公民館に、泊めていただいています。先ほどの2つのチームは上大蛇名自治会で、実際に泊まってですね地域の方と交流してきました。こちらのグループはどこの公民館に泊まったですか？野田家産区の方に、はい、野田家産区、はい、公民館ですね。さっき2つの上大蛇名自治会は普天間飛行場のちょうど南側の、まあ、米軍基地から見ると南側進入路にあたる、すぐちょうど入り口なんですけども、野田家産区は北側になるんですね。そうですね、ですね、基地から見たら基地から見るとね、なので、基地から、ちょうど飛行機が、まあ、降り立っていくあるいは飛び立っていくその直下に、まあ、あるところなんですけども、実際今回、米軍機の騒音とか音とか聞こえたりしました？どうすか？でも1回聞こえたような気がするけど、うん、目立ったものでもない、うん、そんな目立ってはいなかったね。なんか実は新聞に載ってましたけども、
お休みになったって乗ってたんですけど、何か高級日か何かでね。で、実はいつもこの県外の学生さんにね来ていただいて、まあ、地域の中で宿泊とかこういう体験をするとなぜかあまり飛行機が飛ばないというなんかジンクスが僕の場合あるんですね、うん、だから意外に静かだなとかって思って帰られたりするんですけども、まあ、本当は夜中もガンガンね飛んでたり、たまたま上王者のグループは夜中にものすごい音がしたと言ってびっくりしてましたけども、野田家3区の場合は滞在期間中はそれほどなかったということなんですね。たまたま ね, ですよね、はい、ということで、野田家3区に、まあ、泊まった、4人ですけども、まずはですね野田家3区、公民館自治会どんな体験されたか教えてください。そうです、いつも自治会に参加されている方々と一緒にお話ししたり、うん、お食事を作ったり、うん、でそのお食事食べたり、うん、でその食事を食べながら講演会みたいなのを開いていただいて、沖縄の文化に触れて、歌とか歌ってもらったりで三線弾いていただいたり、うん、みたいなのをそうですね、うん、通して、うん、いろいろなんか文化について触れていきました。なるほど。食事会どんな料理出ました？自治会ではまあ、なんだこうゴーヤチャンプルとか、ゴーヤチャンプル、まあ、有名なものから、うん、そうだもんね、一般のお宅のっていうのをすごい再現してくれたっぽくて、うん、まあきんぴらごぼうのきんぴらごぼうだっけ、うんうん、何だっけ、千切りでなんか、うん、大根の、うんうん、本島とはまた違った形のきんぴらごぼうが出てきたりとか、なるほど。一般的な家庭と、まあ、変わらない料理を出してくれた、ね、ということなんですね。すごい再現してくれたんですね。そのあたりは何かあれですね、普段の沖縄の暮らしをなんか体験というかね、実感してもらおうという意味もあったんかな、うん、そうですね、なんかすごい量が多かったんで、うん、なんかもてなしとかされてるのかなと思ったんですけど、まあ、それが沖縄の当たり前みたいな感じが確かに、そうですね、私たちなんかすごくもてなされてるんだと思ったら実はこれが普通だよみたいな感じなんですよ ね, すね、はい、講演会っておっしゃいました。講演会どんな講演会だったですか？その愚子さんっていう方が来てくださったんですけど、うん、そうなんかいつもどんな感じでやってるのか分かんないんですけど、うん、今回に関しては、うん、なんか沖縄 の, その考え方っていうか、うん、もうやっぱり戦争を経験されてる方々なんで、うん、平和とかっていうのをすごい大切にされてるよみたいな、そういう考え方をして生活をしていたりとか、うんうんうん、その内南中としてなんか使命感があるから、うん、っていうので、うん、の使命感として、うん、の文化 の, の伝達とかっていうのを常に意識しているよっていうのが、うん、なんかそういう考え方で生活しているよっていうものをなんか改めて説明してくださったり、うん、でやっぱおじいちゃんおばあちゃんの集まりだったので、うん、今回が特別に、なのでそのおじいちゃんおばあちゃん三線ができるおじいちゃんおばあちゃんとかが三線弾いてくださったりとか、うん、歌を歌ってくださったりとか、うん、なんか沖縄ならではの民謡を歌ってくださって、うん、っていうのをなんか元に遊びで、うん、なんか勉強としてこういうことを沖縄やってるんだよっていう勉強ではなくて、うん、なんかただおじいちゃんおばあちゃんが楽しんで、うん、っていうそういう空間がありましたね、うん、なるほど。この自治会で行っているいわゆる高齢のね、おじいおばあ向けの、まあ、福祉のサービス、デイサービスを行っている、そのうちの一つとして、学生たちがね、体験した、ことがあったと伺ったんですけども、福祉の、まあ、高齢者のおじいおばあが元気になるための、そういう、デイサービスの中に、そんな講演会とか、その、まあ、戦争を通じてとか、その平和の価値観とかを、改めて考えるようなそういうこともやってるんですね。そうですね、なんかそういう話も聞けたので、うん、なんか普通デイサービスって言ったら例えば折り紙折ったりとかね、先ほどのグループはもやしの値切りをしてですね、まあ、手先が器用になってそこでおしゃべりも進むみたいなことがあったりとかね、結構身体を動かすものが多くだなと思ったんですけども、頭をこう使うようなこともしてるってことなんですね。そうですね、なんかその頭が若返るみたいな感じでなんか、うん、もしもし神代の歌を歌いながらこうなんか手の、あ、じゃあ体操もしたんですね。もうしましたね。もしもし神代どんなことしたんですか？なんか
うん、手片方チョキで片方パーにして、うんこううん、手のひらを交互にやりながら、うん、なんか歌ったりと足踏みもしながら、うん、手と足あ頭をなんか全部同時に動かしてみたいなのをやったりとかしてましたね。普段あんまり頭を使ってない学生は苦手なやつですね。そうですねおじおばのができたんじゃないですかもうみんなもこんがらがってますねなるほど、はい。他どんな経験されました？他はなんだ、あでも偶然その日がなんか小学生を中心としたの自治会の子たちがエイサーをなんか練習するみたいなのがあったらしくて、それをなんかエイサー実際に僕たちがご飯食べている前で踊ってくださったので、まあやっぱお祭りとかいた時は結構マロニャクなのいろいろいたんですけど、でもやっぱ年齢層は高めだったんですけど、あ子供もこうやって好きで踊っている人がいるんだなみたいなのは分かりました、ね。すごいですね。先ほどはまあ高齢者だったけど子供たちもやってきて、そうです、ね、つまりもう沖縄の全世代をこう目の当たりにわずか1日でしたみたいな、そんな感じなんですね。そうですね、まあ、結構年中間の年齢の方とかはいなかったんですけど、と 上と下の年齢層で、まあ、触れ合うことはできました。子供たちどんな感じでした？はもうすごい自由で、なんか自由なんかエイサー踊った後とかまだずっと残ってたんですけど、うん、ずっとなんか走り回ってて、なんか、うん、こっちがご飯も食べてる周りをずっと走り回ってて、うん、まあ、元気だなって思ってますね。あやっぱり沖縄は元気な感じ。そうです、なんか遊んでってすごい一緒に遊んだりもして。遊びましたね。いい経験したですね、はい。まあ、沖縄の公民館のこう良いところというのかね、面白いところは地域の方がたくさん来られるんだけども、子どもたちの居場所にもなってるんだなって感じですか。なるほど、はい。まあ、いろいろこちらは文化がねテーマだけに、まあ、エイサーだったり、それからまあ事前学習でも沖縄の人たちの平和を求める心って何だろうみたいなことは事前学習でもしてきたんですけども、ちょうどなんかそこにこうねポイントでハマるような、そんなお話も伺ったり、あるいは、体操を通じて、その体操というのは実は方言でやったりしました？方言ではなかった、あんまり普通に標準語だった。どっちも知ってる歌だった、うん、数え歌だった、うん、数え歌とかも、でもそう、それは方言でしょ多分。そうですね、数え歌どんなんだかとかできますか？どんなやったっけなんか難しくて、もう数字で1、ターチ、ミーチとかを覚えてるんですけど、言えるじゃないですか、ちゃんと。なんかその先の流れの歌みたいなのがちょっと難しくて、1、ターチ、ミーチで数えていくみたいなね、はい。そうですか。でもいい体験しましたよね。まさに文化をね、研究しているチームとしてはぴったりですけども、まあ、このグループもね、ここに宜野湾に来る前にですね、伊江島に、民泊、これはもう本当に、お金が地域ではなくて個人家庭に落ちる、ビジネス型の民泊を、まあ、体験してきました。その伊江島の、まあ、ビジネス型の民泊と今回、まあ、地域の方がもう無償で奉仕してくださった実費だけね、取っていただいて、あとは 無償で、ボランティアで関わってくださったこの地域のコミュニティの民泊ですね。これ比較してみてどんな感じでした？比較してみて、そうですね、まあ、伊江島の方は、まあ、おばあちゃんとの方にお宅に住まわせていただいて、まあ、本当に一般のお宅にお邪魔したんですけど、まあ、こっちの宜野湾の方のコミュニティの方では公民館の方にお邪魔させていただいたので、伊江島の方は本当家族の一員になったような感じなんですけど、伊江島はなんかもう住民っていう形だったので、もう町にそのまま溶け込んだっていう感じで、どっちかっていうとコミュニティの家宜野湾の方はもう町だったりの一員だったんで、何て言うんだろう、まあ自治会長さんがいて、でその女性の方たちが結構配膳係とか食材係とかいろいろそういうのが経理とかいろいろ仕事分担があって、それぞれに責任をみたいなものとかもあったんですけど、比江島は本当に自由で、こっちのわがままをおばあちゃんがすごい聞いてくれて、あれやりたいこれやりたいとか今休みたいとかっていうのをすごい自由に、なんかこっちのわがままも聞いてくれたんですけど、こっちはやっぱりなんか、あ今俺はこれをやんなきゃみたいな、お手伝いしなきゃとか、なんか支えてあげなきゃとかっていうのがあったんで、まあある意味で言うと自由度があるないみたいなのは多少あって、でなんですけど、まあどっちみ
もうなんか悪い自由度がないって言ってもその悪い意味でもないし、なんかやっぱ楽しい思い出っていうのを築けるっていうのはどっちもあったので、なんかその責任とかっていうのがなんか楽しい楽しくないには関わらないんだなみたいなのを感じました、ね、なるほど。今とっても面白いいい気づきされたと思うんですけども、まあ、家島は、まあ、言ってみたら家族になる形でもやっぱり自治会に泊まるということはもう地域の一員だったり、あるいはもう町に溶け込むということですね。でそこで見たのが実はとても組織化された役割分担みたいなのが地域の人の中にあって、一つ料理を作るにしてもきちんとこう作られその役割をこう分けて、例えば配膳調理とかね、そういうところに気づいたんですね皆さんはね。それどうしてそこに気づいたんですか。すごく面白い気づきだと思ったんですけどね。もうやっぱ自分たちが実際にそれぞれ手伝うときに、あれやってこれやってっていう指示を受けて動いたんですけど、でも気づいたらなんかみんなバラバラなことをしてて、あ、こんなに仕事あるのかみたいな。あ、なるほど。そうですね。大体、まあ、ご飯作り何食ぐらいその時は作ってました。もうなんか何食だ、でも5品ぐらいですかね、うん、本当に並んでたので、はい、でもう1個の野菜切るのにもなんか10分何時間みたいなかかってて。そうですよね。まあ、オービルの学生だけでも一つの自治会に十何人いましたけども、それ以外にデイサービスに来られる地域の方たち入れると、まあ大体どれぐらい、5、60人分ぐらいは。そうでなんかなりましたね、うん、お盆とかでもすごい並べるだけでも一苦労みたいなのもありました、うん、なるほど。そうするとまあ組織的にやらないと、まあ、なかなかできないということなんですね。あ、なかなかこうそのあたりを見るというのもね、民泊の一つの面白さだと思うんですけども、まあ、他に違いとかありました、家島と比べて違いは比較して。そうですね、まあ、さっき自由度の話出ましたけどね、自由度ですよね、うん、あとはそうですね、まあ、家島で、うん、もうこっちでもいろいろ平和学習みたいなことはあったんですけど、うんうん、家島だとやっぱそんな地元住民の方とかが少なくて、うんうんうん、1人2人ぐらいの方の意見しか聞けなかったんですけど、うん、こっちの宜野湾に来てからの平和学習ではいろんな方の意見がすごい食い込み込まれた平和学習になっていて、うん、なんかもう多角的にというか意見が聞けたんですけど、うん、まあ、家島は家島でも、うん、こういう意見を持っている方がいるんだとか、まあ、島っていうのもあるので、なんかあんまり、うん、本島が結構イメージ戦争のイメージがあったんで、うん、ですけども、そのこういう意見を持って強いなんかすごい発信力を持っている方から聞いたので、うん、なるほど、強いなんかそうですね。あ、面白い。宜野湾の場合は平和学習というか、こう普段の人のそこに来た集まる人の話を聞くだけでも平和学習になってしまうみたいな感じだったわけですね。なるほどね。まあ、そのあたりも踏まえてですね、グループでですね、こう学びのテーマがまあ文化だったですけども、まあ、今回、この自治会コミュニティにまとまってみて、民泊を、ね、いわゆるコミュニティ民泊を体験してみたんですけども、まあ、これを、何か実際の事業化するにあたって、こう皆さんならどんな企画をするのか、これが地域に、お金じゃなくって何かこう元気であったり勇気であったりとかね、そういうものをもたらすような、今回のようなこれを実際の事業化サービス化するとしたら、まあ、どんなアイデアがあるかっていうのを最後聞きたいんですけども、それいかがですか。他のメンバーでもいいですよ、はい、どうですか。なんか結構その勝ち足やってる時と か、うん、なんか集団で動いてる時は、まあ、なんか一緒にいるのがなんかそういう雰囲気にさせるじゃないけど、うんうん、まあ、なんか雰囲気が良かったですよね。一人とか二人とかでいるとやっぱそういう雰囲気作りにくかったりとか、まあ、なんかお互いのこう知ってる知識がこうあって何も言わなくても通じるみたいな部分がありますけど、まあ、やっぱり多いとそれなりにこう雰囲気作ったりとか、うん、まあ、さっきも公民館の方が自由度が低くてみたいな話も ありましたけど、まあ、人数の大小にもよりますよね。確かにね、確かにこの沖縄らしいそのこうなんか
こ うねりのようなものが公民館に感じますよね。あれだけ人がね集まってみんな何かしてるみたいな、料理作ってるんでもなんかそういうこうなんていうのかな、こう活力というのか、まさにこの今回のテーマのコミュニティパワーをね感じると思うんですけど、そのあたりをじゃあどうやってその実際の、まあ、観光になるようなね、あのそういうビジネスモデルにできるか、なんかアイディアありますかね。そう、あの実際にその、うん、その食事の場で青森とかいろいろ飲ませてもらったんですけど、うん、あのなんか現地の人が言うにはやっぱり青森がなんか結構、うん、だからお酒の場というか、うん、そういうのが結構大人同士でコミュニケーションの場になって、うん、なんか仲良くなれるとか距離感が近づくみたいなことをおっしゃってて、でなんですけど、でも最近の若者はお酒が飲なんか青森が飲めないとか、うん、この現地のお酒が飲めないみたいな言ってて、なんですけどなんかそのでもそのカチャシを踊ると踊った時にはやっぱその時初対面だった人でもなんかみんな本当に一気に距離感が縮まって、カチャシってやっぱ形がないというふうにもその現地の方がおっしゃってて、いろんなカチャシやっていろんな人柄がそこから結構感じ取れる部分があったので、なんかそのなんですけどその沖縄の人はなんかその英才に結構なんかこだわりがある人も中にはいるんですけど、だけどもそのカチャシっていうの形がないんだったら全国に広めるすごいいいチャンスっていうか、いいきっかけなものになると思うんですよね。なるほど。でそうするとまた全国であったり家族であったり身内であったり自治会の中であったりで自治会同士であったりっていうのでもそのカチャシきっかけで距離感が縮まるものがあるんだと思うんですし、でそうなるんだったらなんかそのカチャシがどんどん世の中に広まっていけたらいいんじゃないのかなと思いますね。なるほど。いや今とてもね面白い視点だし、あまりそのね私たち沖縄に住んでいても、まあ、気づかない視点だったと思うんですけども、これ一部二部三部のねまとめに変えていきたいんですけども、実は距離感を縮めるということが大きなポイントなんだけども、確かに、まあ、お家に泊めていただいてそこでまあ体験するっていうのもありなんですけども、やっぱりお家だとお家の人とそれから泊まる人が、まあ、ほぼ1対1、1対3の関係なんですぐ縮まるんですよね。でも沖縄の人とそれからまあ観光で訪れた人、その地域の人とこう距離を縮めるっていうのはキーワードとしては泡盛とカチャーシーというのが実は非常に大きな効果があるんじゃないかということを皆さんねおっしゃってくれたと思うんですね。特にそのカチャーシー、エイサー、まさにおっしゃるようにエイサーというのが非常に広まってはいるんだけども、じゃあエイサー誰もができるかっていうことになると、まあそうでもない。でもカチャーシーだったら誰でもできる、まあ、伊江島の民泊との差別化という意味でも、誰でもできるカチャーシー、そしてまあ一人でカチャーシーやっててもねやっぱり民泊でおかしいので、やっぱりたくさんの人が地域でやるようなそういうカチャーシーができる、そんな一つの、コミュニティ民泊ができるといいなということもね考えるわけですね。はい、ここまでですね、戦争それから基地そして文化エイサーということをテーマにですね学び、沖縄で実際に自治会に泊まって、実践をしながらですね市民になりきって生活体験をしてきた、そういう、オビリン大学、宜野湾コミュニティパワーに学ぶというね沖縄学入門の学生さんたちのお話を伺ってきました。皆さんどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。